国際主義、マルクス主義や無政府主義の概念の中で、世界各国の労働者階級が、国際的な連帯、団結を強めようとする、政治思想。本校で承述する。国際問題の解決において、他の国家、国際機関との協調行動や対話を重視する、外交思想、外交政策。国際協調主義などとも称され、派遣主義、孤立主義、 単独行動主義などと対峙される。主権国家間の協調、協力、あるいは国家統合などを通じて、全世界の政治、経済的発展を実現しようとする、政治思想、政治運動。国際主義とは、マルクス主義や無政府主義における、世界各国の労働者階級の統一を目指し、国際的な連帯、団結を強めようとする、政治思想。プロレタリア国際主義ともいう、 国際主義は労働運動から発生した一つの立場であり、主にマルクス主義者と無政府主義者の活動や議論によって、その理論が立てられたのである。19世紀末において、共産主義者や無政府主義者が提唱し始め、特に万国のプロレタリア、団結せよ。という1848年に出版された共産党宣言の結合が、国際主義の道を開いたとみなされている。 革命家インターナショナルの詩は国際主義を強調しており、共産主義者にとってこの曲は特別の意味合いを持つ。ナショナリズムや帝国主義の原因となったそれぞれの国家の対立の停止を目指し、国際連帯に基づいた世界のプロレタリア階級の統一化を実現しようとする思想であるが、その意味で国際主義は愛国心やナショナリズムに強く対立する。 1> 第1インターナショナルといった国際組織がロンドンで1868年に会議を行い、ヨーロッパの労働者が集まる契機となり、その時に国際連帯への方針として国際主義という概念が採用された。同時に資本主義国家の間の対立による帝国主義戦争の廃止のために平和主義の強化が提唱された。 世界の国家の国境の廃止が組織の一つの大事な方針となり、社会主義の歴史における大事な時期となった。フランスの労働運動史において、第一次世界大戦が勃発するちょうど前に一つの陣営が国際主義を守らずに戦争を支持し、その他の陣営は反帝国主義戦争の方針を守ったので、結果として1914年の会議で、 社会主義運動が二つに分裂した。共産主義者のレーニンらは、帝国主義戦争に対して超前的な非協力の立場たることにとどまらず、積極的に自国を敗戦に導いて、革命の機会とする革命的祖国敗北主義まで踏み込み、その結果としてロシア革命を成功させている。一方で、ロシアに遅れて敗戦に至ったドイツなどでは、 レーニンらの期待したプロレタリア革命は成功しなかった。日本においては1906年の高徳終水帰国前後に日本の無政府主義者と共産主義者によって社会主義思想が日本に輸入された際に同時に国際主義思想も輸入された。その頃の社会主義宣言の平民新聞にも資本家に反対する国際連帯や国際主義が唱えられていた。 パリコミューンという革命的労働運動によって国際主義的思想が練られたが共産主義者、社会主義者、無政府主義者、労働組合の活動家などがその過程に関して大きな役割を果たしたとみなされている。国際主義者が社会階級、国家、搾取のない世界を目指し、それを実現するために国籍を問わず全ての労働者を組織し、各国の国境に止まらず、 国際革命を目的とする。敵階級であるところの資本化を打倒し、社会主義を建設するためには、国際的に団結、協力しなければならないと、共産主義者は主張する。無政府主義者と共産主義者の主張する、国際主義の異なる点は、その国境の廃止のプロセスにある。共産党宣言には、プロレタリアはまず政権を握らねばならぬ。 国民的階級たる地位に上らねばならぬ、自己を国民として結成せねばならぬ。であるから、その意味において、ブルジョアジーの意味とは全く違うが、やはり国民的であるとあるように、共産主義者は革命後直ちに国境の廃止を主張しない。一方で、無政府主義者はその国家が独裁に過ぎないと批判し、それに従って、革命以降すぐに国境の廃止を行う方針である。 国際主義の概念を立てようとした理論家は、カール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルス、ミハイル・バクーニン、ピエール・ジョセフ・プルードン、ローザル・クセンブルク、レフトロツキー、ダニエル・ゲランなどと述べられる。ありがとうございます。